ということでですね、熊三条遊園地、まあ、中は入ってていいのかな、良さそうですね。あ、トイレも借りとこうかな。この彦島有名ですよね。これは何かしらね、西日本の人でしたらね、写真なり、あのこれがこうくるくる回ってるのをね、見たことある人いるんじゃないでしょうか。結構高いんでしょうね、これ。トイレもショーって感じですけど、上にヒーターはってあれなんですね。まあ、きっとあれですよね、あの恐らくですけど、夏場はそん涼しいんでしょうね、こんだけ上ですからね。ですから特にクーラーはいらねえけど、やはり、これ冬場はね、冷え込みますから相当寒いですよこれ。標高がだいぶ高いですからね。何せ本当に山の上なんですね。すごい、あのね、ちょっと舐めてましたね。ちょっとケーブルからスーッて登ってぐらいなんやと思ってましたけど、むちゃくちゃ登りますね、これ。こっからやったら景色いいんじゃないですか、これ。すごいな、これ。スーッと車でも登ってくれるみたいですけどね。いや、よくこんなところにケーブルから本当に走らせましたよね。わかります、これ。スーッと、これもう、この下が生駒駅どれや。生駒駅は多分この辺りが生駒駅じゃないですかね。これはこれですよ。こんだけずっと登ってきますからね、これはすごいですわ。で、もう奈良県ですね。もうほぼほぼ生駒から西大寺、奈良の市街地の方までずっとこう見渡すことができるわけですね。すごいですね。どうなんでしょうね。あ、でも、なんて言ったんでしょう。もっと私、この山頂遊園地ってボロボロな感じなんかな、ね。奈良ドリームランドみたいな、ああいう感じなんかなと思ってたら、結構綺麗ですね。ほら、こんな辺りのね、路地の建物とかも綺麗です。遊園地エリアの坂をお登りください。で、入場受付ね。これで、営業してるときは、受付をするんでしょうけど、特にだからって、まあ門はこっちの門は塞いでますけど、こっちの門は開いてるんで入っていいみたいですね。はい、野外劇場とかあるんですね。これなんか遊具なんでしょうね。これって大阪方面の方って見えるんですか。もしかしたらそのまま、あ、こっち側もずらーっと見渡せるし、これは往復は720円なんですね。そっかそっか、ちょっと見にくいか、ね、今乗ってきましたね。今乗ってきたのはこっちのドレミの方と、次、水筒が、それが、ブル、ミケってあるんですね。なんか、ウィーってワイヤーで引っ張って、ビューンって落ちるような、そんなような、あれなんですかね。なんか、ひときわでね、ちょっと、結構で、ね、出たら、ぷかぷかパンダって。あれですよね、でんでん虫みたいなんですね。菅崎はもう今でんでん虫って言わんか、なんか、ね、ありますよね。いやいやいや、こんな感じね、園内マップ。よいしょ、飛行と、これですね、これが相当レトロで有名なレトロですよね。昭和感というより、昭和でも相当、初期の戦前ですもんね、これ確か、建物が。作りはそんな感じですよね。入場料金は500円と。こういう感じですね。あ、もちろんフリーパスもあるんですね。フリーパスいくらであるんですか、これ。それぞれ飲むのが500円とか400円とかで、300円からあるんですね。で、ちょっと光の加減で見にくくなってますけど、フリーパスはいくらで売ってるんでしょうね。一つ必要ですよってね。って感じもね、ザ昭和って感じですよね。SL 列車ですね。
何がすごいって、多分この SL 電車ね、走らせて出した時はね、普通に SL 電車が走っとったような時代かもしれませんからね、まあ後から作ったのかもしれませんけど、よいしょ。で、鉄塔回り。で、まあ休園中でこっちはトイレ塞がってますね。ぐるって回ると鉄塔がね、行く前の鉄塔が立ってますね。でも結構チケット売り場とかもちゃんと更新してやってるんですね。で、キッズランド。あれですね、広場ですね。こういうのもあるんですね。で、なんでしょう。閉まってるお化け屋敷ほど怖いもんないですね。これ冬、夜、見たら怖いですよ。これなかなか。ね、怖く描いたところにね、ちょっとこのやはりレトロ感が出てくると、さらにね、ありますよね。これは、あ、でもこちらは自販機売ってますね。さすがにそうですね、こんだけ上ですからね、ちょっと値段は変わってますけど。いや、結構僕いろいろ施設あるんですね。おもちゃでトロッコね、5歳から1人で、なんかなかなかすごい作りですね。ワクワクトレイン、これはここをくるくる回るのかな、メリーゴーランドみたいなあれかな。これは急流滑り、あ、これぐらいだろう。そうですね、こういうのでいいんですよね。三重県ってやたら本格的に作るじゃないですか、ね、スペイン村にしろ、長島スパーランドにしろね、まあ、比較的緩く、ね、遊べるところって言ったら鈴鹿サーキットですけど、ね、鈴鹿サーキットで、ね、そうよりもこっちの方がなんかちょっと緩い感じですよね。でこれはこれなかなかレトロなあれですね、ABC チャンネル6、これは ABC 放送のアンテナなんでしょうね。こういう200円っていう案内とかもあるんですね。こういう、ラベルが作ってあるんですね。やっぱしパターゴルフ、ね、18ホール1000円なんですね。9ホールで700円。どこにゴルフ場があるの？あ、こっちか。この辺りもめっちゃレトロ感ありますよね。これ相当レトロ感ありますよね。ミュージックエキスプレス。いや、こういうのって、あれですよね。あ、にゃんこ。にゃんこカップル、にゃんこが見つめておりますか。にゃんこや、にゃんこ、ういういうい、にゃんこにゃん、私は内緒大のにゃんこ好きですからね。微妙な距離感ですね。これぞにゃんこですね。おいしい、おいしい、おいしい。さすがに公園におる猫やから人慣れはしてそうですけどね。なんや、にゃんや。でも毛並み綺麗ですから、なんでしょう、このここの広場で飼われてるんですかね。来ないな、人なね、野良やったらすぐ警戒してピュッと行っちゃいますからね。いやしれっと歩いてきましたね。まあとはいえ、ね、
なんでしょう、こういうのって白黒映像で昭和初期のね、にはこういうような遊具で皆さん遊んでましたよみたいなのが、なんかそのまま残ってますね。うちの親父が子供の時とかに見ても懐かしいなみたいな、うちのじいちゃん世代とかでもね、こうやってたような、そんなのがね、今もこれ現役で動いてるんですね。ね、ちゃんと現役でやってるんですね。これすごいですね。で、こっちにパターゴルフ場があって、奥は鉄塔とかがいろいろとあるみたいですね。まあこの先はもう遊園地としてはなさそうですけど、へえ、すげえな。アップになってますね。隣これは ABC の隣が YTV ってなってますけど、これは読売テレビさんってことですかね。さあ、ゆっとあと15分で、ケーブルカーが発車します。結構40分あっという間ですね。もう半分以上時間過ぎてるんですね。でも授乳室とかもちゃんと置いてあるんで、そういう結構設備の更新はしてるんですね。ね、レストランがあるみたいですけど、これ営業してるのかな。あ、でもなんか、観葉植物とかも置いてますから営業してるみたいですね。こういうのなんて言うんでしょう、あ、エモいですよ、エモいですね。これは特に今閉園してる、閉園期間に来たんで、これはエモいですね。これでも逆に来るかもしれませんけどね。すごいな。さっきニャンコもいますしね。いや、こっからの景色もすごいですね。いやいやいや、ちなみに三ツ矢サイダーがスポンサーついてるんですね、広告が。その場所には置いてある自販機、さっきからコカ・コーラですけどね。大パノラマらしいですよ。これ景色いいでしょうね。スポーツコーナー、いろいろあるんですね。こっちにもレストランあるんですね。うわっ、おわっ、これ すげえ。これ大阪方面か。やっぱ三条屋が見えるんですね。うわぁ、すげえ。こっち側完全に大阪府、大阪の町でしょうね。ちょっと見るとこあるかな。クルムノネイルとか、こう乗れる、自分でこう越えてあれですね、越えておくようであれですかね。なるほどなるほど。うわー、すごい。うわー、ここ、こっちがあれですかね、阪急梅田とかですかね。すごいですね。ビルがうわーっと立ってるのが見えますね。で、多分そこからずーっと南の方クーって下ってたところにポーンとでかいのがありますね。これがアベノハルカスかな。そのままずーっと北の方に行くと、こっちに多分これが梅田かな。これ難波ではないですよね。多分難波はその間ぐらいのここら辺ですよね。かな。大阪の地理詳しくないのに勝手に言ってましたけど、あ、こっちから撮った方がいいかな。うわ、相当、これ相当ズームしてこれですからね。だからあそこのとこね、パノラマね、鉄塔のところから回ってみたら、これは相当景色いいんじゃないですか。すごいです。こっちやと すごく見えますね。わ、すっげえわ、これ。うわ、大阪湾、神戸の港とかまで全部一望できるんですね。うわー、すげえ。これはすごいな。ずっと雲の高さですけど、これずっと寄ったら見えね。そこにアベノハルカスがあると、でずっと奥に、すごいな。あれ奥に飛行機が見えますけど、わあ、ちょっとおやんかな。奥にずっと見えるの、これ四国まで見えとんのかな。あそこは違うか。神戸のポートアイランドかな。ああ。すごいですね。あ、でも、奥に明石海峡大橋が見えますよね。うっすらですけど。うわあ。寄ってきた、寄ってきた。あ、これね。
じゃあこれはポートアイランドの橋で、その奥に見えな、肉眼やとなんとか見えるんですけどね、明石海峡大橋があって、その奥に四国まで見えますね。わあすごい、これはすごい。でずっと行ったらあっちが京都かで、奈良が見える。うわこれはすごい。あこれはぜひ一度来ていただきたいですね。これはすごいですよ。ね、とかいろいろやってたらもうあれですね、言うとるうちにケーブルカーが出る時間ですね。それもう40分おるとね、遊園地がやっとればね、ずっとおってもいいんでしょうけど、あとね、私の場合はまだこの後ね、大事な予定があるわけです。何せまだ東端駅半分ぐらいしか行ってないですもんね。距離残り半分行かないといけません、ね。まあただ行くんからね、比較的すぐに潰せますからね。この後ポンポンポンと、もう今はね一気にもうケーブル関連のね東端駅も、クリアしましたし、生駒駅に来とる生駒線もクリアしました。あとはここからね、さっきのね、学研都市線、あれどっちだったっけ、こっちか、山の上、まあ山の上ですから当たり前ですけど、起伏はすごいですね。遊園地内でも行けるかな。よいしょ、大丈夫です。よかった。これで止まっちゃった。あれ、よいしょ。ご乗車くださいましてありがとうございます。